はじめまして、いやすいません、はい、はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、はじめましてのことは、はじめまして、ヘポコツリスト、金井良介でございます。さあ、本日は、やってまいりました、第3弾ですね、動画の方で流しました、第3弾で流しました、象山、作山古墳の、作山、造山古墳の、ふもとまでやってきております。前から動画では、ちょっと中まで入ることはこちらもできなかったので、今回は、ウォーキングコースといたしまして、造山古墳の方を中の方まで入って行ってみたいと思います。はい、いつもながらの我が社ジャビス君でございます。造山古墳、はい、ここですね。はい、では行ってみたいと思います。ちゃんトイレもありますね、素晴らしいですね。まあ前回の動画の時にはこの通路の周りだけしか来れなかったんで、実際に、中入ってみるのとどんなものかっていうのはわからないんですけども、まあ、規模の方としては、日本で、第9番目というぐらい大きい古墳なので、もしかすると結構しんどい可能性があります。そして、道がほぼなんか獣道みたいになってます。めっちゃ怖いですけど、なんかマムシとかなんか出そうな勢いですね、これ。はい、ここで繋がるってことですね。もう一個ルートがあったんだな。よし、きつい。まだ歩き始めて30メートルぐらいなんですけど、めっちゃしんどい。運動不足だな。平地になった、はい、ちょっと趣が、象山の方とはちょっと違って、結構草木の方が茂ってるというか、中が山林みたいになってますね。ちょっと周りが林になってるんで、せっかくのちょっと景色が見れないのはものすごく残念です。よし、
てっぺんというか前方後円墳の頭のところですね、鍵穴で言ったらちょうどど真ん中、そこら辺の方に、今着きました。上にあります。ちょっと光が反射して見えないと思いますけど、こんなやつで行ったら今ここにいるってことですね。形がそう見えんな。はい、こんな感じです。造山古墳。はい、周りもちょっと林に包まれてるんで全く見えねえと叫んでしまいました。こっちの方にも道がまだあるし、どっから行けるのかってのはちょっとわからないんですけど、とりあえず下に駐車場がありますんで、ゾウさんとは違って駐車場があるんで、来やすい古墳じゃないかなと思います。はい、ということで、今回の造山古墳特別編ですね、ツーリングで行ったはいいが、現地まで行かなかった編ということで、今回、お送りしました、造山編、に関しては、これで、終わりたいと思います。それではまたよかったら、次の動画も見てやってください。それではバイバイ。